それでねあの、平井大臣ね、はい、ここであのちょっとご見解をいただきたいんですけど、結局ね、履行体制図の中にある会社からもヒアリングをしたと、えー、その結果として工事の書類を作って、一社入札であったと、しかも12月28日、御用納めの日に工事をして、えー、書類の締め切れは1月8日であったと、実質4日半しか工事はされていないと、入札の公正性に関してです、ね、疑義が生じていると。しかも 73億も使って、結局、このオリパラアプリ、何だったのということになってるわけですよね、デジタル庁とか、デジタル改革というのは素晴らしいけれども、こういう実際の一つ一つの仕事のやり方において、信頼が失われていくと、大臣、この入札の本件のあり方について、どう思いますか。まあ 本件の調達というのは、やっぱり異例な部分もやっぱりあったなと、えー、目前に迫ったそのオリンピック・パラリンピックの開催にあたって、えー、まあこのようなシステムが必要だと、まあ、スケジュール的には相当きつい、タイトな開発、しかもこれ、失敗が許されないとなりますと、相当なリスクを負う調達になると、まあ、本当に難易度も高い案件でもあり、 結果として落札者のみが、応殺したとあの、まあ、スケジュール的にはまあ異例中の異例、タイトではありますが、本件調達にかかる手続きにおいて、関係法令に基づいたという意味では、適正であったとまあ法令とか手続きには違反していないけれども、限りなくです、ね、あの外から見たときにです、ね、入札の公正性に関して疑義が生じると、生じているのではないかと。 まあデジタル関連で,で、システム投資、毎年国は8000億、1兆円というデジタル投資をされて、今後、デジタル庁がそれを仕切っていかれるわけですから、本件のようなことがゆめゆめ続くことがないように、大臣の方でもご指導をされたいということを申し上げておきたいというふうに思います。